コーブラっていうのは、あとパフォーマンスが何かっていう。できなかった。すいません。あと大事なのがこれオープンソースで、実はこれの魚があるんですけど、これのドイツにいるエンジニアがプロセッシングという言語で書いて、プロセッシングという言語はメディアラブでアルムナイが開発されたゲームなんですけど、ブラックという世界中にあるオープンソースで戻してきて自分にモディファイしたという、いろんなのが、いろんなバージョンがある。僕らの非常にシンプルなボードですけども、ボールが飛んだ奇跡を、ファイヤーボールが飛んでいる、それが単純な、なんて言いますか、デバッグみたいなものですね。あと最近、チャイナから来た、ボールが出てくるんですよ。これなんか、邪魔する。これなんか卓球しながら研究をするとか、卓球しながらそのプロップスゲームをやるっていう、そういう発想ですよね。信頼的にどこを狙っているかと考えることもわざと頭を持っていくと、これを消したらなんかこうなるぞとか、そういうことはできるわけですか？できます、できます、できます。今これでリスタートになりますけど、要するに当たるところが消えてる。そうですね。僕大事なのは自由に自分でゲームをデザインできる。スタッフが卓球というアクティビティをベースにして、新しいソーシャルインタラクションというのを作り作れる。だから、Twitter でも、ブログでも、タンブラーでも、いろんな新しいチャンネルを作ってくれるね、マーケティングの。そういう感じの展開内容をどんどん提供するということです。